妖怪の覇者今川義元は家康を手に入れ三河の支配を盤石にすると、いよいよ上洛に向けて動き出す。都へ行くには信長のいる尾張を越える必要があったが、義元は圧倒的な兵力差で信長を一蹴できると考えていた。緊張感のない義元に対し、瀬名と家康は信長の底知れぬ強さを解き、警戒を促すのだった。桶狭間殲滅戦。家康のおかげで三河も安泰。いよいよ終わり攻めの気が熟してきたの。ですわね、おじさま。とはいえ、織田信長もそれなりに力をつけてきた様子。ねえ、家康。ええ。我らがどれほど兵力を見せつけようと、織田は屈することも、座して滅びを待つこともないでしょう。ほう。尾張のうつけなどたやすく勝てると思うていたが、そちがそこまで申すなら気を引き締めねばならぬか。ならばよかろう。余が自ら陣頭に立ち、全力をもって織田の羽虫どもを踏み散らしてくれようぞ。まあ、なんて頼もしい。これはもう当家の圧勝間違いなしですわね。まずい、余計なことを言ってしまったか。いずれ天下の覇者たらん。おじさまのため頑張りますわ。尾張のうつけが相手と手加減無用ぞ。完膚なきまでに踏み潰してやれ。おじさまの怖さを思い知らせてやるのよ。伝令、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より連岳狭間への奇襲を企てておる。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たるも堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。連岳狭間に二打を運び入れよ。よかろう。ありゃ今川勢の味方か。よっしゃ、奪ったれ。盗っ人めが返り討ちにしてくれん。討ち死に。圧倒に上げる。終わりよ。押さえた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがよ。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。
こりゃかなわん。みんな逃げるぞ。開門。よかろう。覚悟なさい。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いたか。懲らしめてあげる。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷おうぞ。敵が引いた今が好機。天正寺砦も攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。討ち死に。参ろう。悪くないよね。目障りよ。ゲロメガ。目障り。かかってまいれ。桶狭間山に敵が潜んでおったが、狙いは奇襲であろう。早々に潰してくれるわ。今川勢が見つかったか。なや、真っ向から切り込んでやるわ。吉本公とお見受けいたす。探す手間が省けたよ。その首抱いてくぞ。やめよ。この首ウヌには釣り合わぬわ。身の程を知らぬアホばかりよ。届き者か。敵将討ち取ったわ。討ち死に。図が高い。おお、感服つかまつったり。私の意志戦場に示してみせる。私が余計なことを言ったせいで吉本公には微塵も油断がない。このままでは兄上が。されど今川の将として尽くさば徳川も安泰。この上は若腹をくくられよ。だよな。こうなりゃ俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。まずは上場の戦。この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者かかれ。お、な、敵襲だと。開門。おお、ようやく尾張のうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。わいだ。悪くないよね。羽虫を踏みつぶし苦戦している者を助けてやるがよ。なに、こんなところにも鉄。悪くないよね。敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。任せなさい。よかろう。このままでは押しつぶされてしまう。年家殿、織田に敵すること不本意ながら吉本公への義理立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが。どうすんだ。今は寝返ることはできません。
お相手願います。切りなさい。親しい相手と戦うのは辛いわよね。義理堅い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。悪くないわね。で、采配を振るっていたあの者らか。速やかに討ち取るがよ。来るか。刀の錆にしてやるわ。討ち死に。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。手触り任せなさい。よかろう。落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うツボだぞ。吉本様の武名天下に鳴り響きましょうぞ。地の利は敵にやることを忘れるな。皆油断なく敵に当たるのだ。悪くないわね。ゲロオメガ手触り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 身の程を知らぬアホばかりよ。手触り世の前に立った不運を恨め。力及ばずか。届き者パッハッハッ頭が高い。手触り手触り手触り身の程を知らぬアホばかりよ。敵将討ち取ったわ。かなうわい。よかろう。手ではなかったか。おお感服つかまつったり。いやー覚悟なさい。ああ物足りないったら。お相手いたす。懲らしめてあげる。東西に広がった今が好機。全軍撃って出よう。切りなさい。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ。もう悪くないね。一暴れしてやるぜ。力が満ちた。これほどの兵を隠していた。とはもう、ハムシがいくら湧こうと、踏み散らすのみよ。開門。手触りよ。頭が高い。マムシの娘か。うつけに嫁がされた挙句、無謀な戦に付き合わされるとは、不憫なことよ。不憫な結果に終わるかどうか、まだわからないわよ。こうなりゃ逃げるが勝ちだ。敵将撃ち取ったわ。果たせないの私は。何を本気なら我らも本気で答えるのみ。
押して参る。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。敵将、討ち取ったわ。悔しいが、ここまでか。すごい、お見事です。虫けらども、任せなさい。よかろう。オイラじゃ相手に不足か。終わりよ。終わりよ。ああ、物足りないったら。切りなさい。懲らしめてあげる。骨がないわよね。次よ次。悔しいが、ここまでか。命あってのものだねだっての。なんと見事な。遊んであげる。フルはなんだか。参ろう。悪くないよね。虫けらども、うつけごときがいかに手を尽くそうとも余には勝てぬ。それがランゼの断りに。もはや残された道はただ一つ。虫けらども、俺の手で吉本を撃つ。開門。目障りつけね。出てきおったか。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。悪くないよね。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。天下無双の余事、この吉本にこそふさわしい。この吉本に勝とうなど長子千倍。余と海の力の差、思い知るがよいわ。てみろ、俺は必ずお前を超え、なんせの断りを壊し尽くすと決めたのだ。この首、やすやすとは渡さんぞ。不届き者。図が高い。身の程を知らぬアホばかり。悪くないよね。まだだ。こんなところで終わってたまるか。図が高い。あがきよ、皆急速に噛まれたくなく、気を抜かず攻め立てよう。目障り、目障り、わきまえ。図が高い。目障り、目障り、手前へ。目障り、目障り。
が満ちてきたわ。目障りよ、頭が高い。入れ札がよい。目障りよ、頭が高い。吉本、やはり越えられぬ壁だったか。討ち死に。ぶつけにしては上々の戦ぶりであった。所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。これで終わりは我らのもの。都への道、一歩近づいたの。ええ、おじさまが上洛なさる日も近うございますわね。とはいえ、美濃の斎藤、近江の浅井、六角、未だ道は険しいかと。バカね、斎藤義達なんて脅せばすぐに従うわよ。近江もそう。おじさまのため道を開けるに決まってるわ。ご上洛を果たしたらいよいよ。天下は覇者の降臨を待っておる。その期待に応えねばなるまいな。この先も大変なことになりそうだ。